秋の水商売ですさ。1個30ドルっぽい、川越シェフの4倍以上やな。私が使いました。まとめなくていねえんだよ。エロとギャンブルの話してる時は本当にコメント欄が盛り上がるね。昨日これ言っていいかな、名前とか出さなきゃいいか、動画編集じゃない人増えるんですよ今後。だからなんでかっていうと、ディア友がお金を稼がしてあげないといけないような状況でして、俺もちょっと動画編集必要だなと思って、誰かいないかなと思って探してて、僕と契約して動画編集者にならないって言ってたんだけど、探してたら別のプロミスを持ってるやつがいて、すでにそっちと交わした約束が忘れられないと。もうちょっとジャンルをね、広く。そうなんですよ、状況聞いたらね、ガチの自転車操業ってんだよな。ちゃんと引いちゃった、ちゃんと引いちゃってすぐ救わなきゃっていう。そうなんですよ。いや、そうなってた。俺の周りでまともなやついねえんだよ。5万円とか10万円とか返してるらしいんだけど、毎月その金額を返すと生活費というか、まあいろいろお金必要じゃないですか。足りなくなるからさ、秘伝の垂れみたいな状態になってるらしくて、もう秘伝の垂れみたいになっちゃってる。そうで、なんかずっと減らないんだよねっつって、そう、そう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 なんだよ、プロフェッショナル借金の余裕やろ。プロフェッショナル借金の余裕してて、わたっつって、わたっつって、危ない危ない、勝ったのか。単純に借金積んでると令和の虎でお金貸してくださいないと思う。ゲームが完成しなかったらどうすんの。電車に乗せないけど威圧だな。こんな知らない見たらかわいそうだろ。オッケー、飛ぶね、よしよし。今日強くなこれ。なったら借金かさ増しにしろ。してる。ってことは毎日ハゲてる。デイリーハゲ。おはようケンキ。入ってます。ドリルチャージャー来たら4。ほらゲー。あおん。学生時代の女だからトイレこもらないで。トイレ毎日ケンキ。え？ビジネスハゲ、おでこに指が怖いんですけど。オッケー、なんか強いんだけど俺マジで。友達を救おうっていう意志が俺を強くしてるのかな。やっぱ人を守る力っていうのはね、母の力じゃないけどあると思うんだよね。子供を守る力が母を強くするって。これプロアクションリプレイなくて、プロアクションリプレイ分かるやつもいねえんだよ。おっさんなんだよプロアクションリプレイって言葉が。よいしょ、誰だ。ゲーム屋さんに言ってたからね、プロアクションリプレイは普通に。パンドラバッテリーゲオで普通に言ってたね。いわゆる改造アイドルとかもね、その時代ですよ。俺も先輩が持ってたから1個もらって、モンハン一瞬で飽きたわ。やっぱさ、そういうことするとマジ一瞬でゲームって廃れるよな。これは俺の世代でもないんだけど、バーコードバトラーって知ってる？スイッチみたいな機械で、例えばさ、こうバーコードあるじゃん。このバーコードを読み取ったら、このバーコードごとに自分だけのモンスターが手に入るの。その自分だけのモンスターを集めて、その中で強いモンスターで戦わせるっていうものなんですよ。当時社会現象になってて、バーコードだけが切り取られるっていう事件が発生するぐらい。みんないろんなバーコードで、どこどこのシャーペンが強かったとか、何々のお菓子は強いらしいとか、攻略本とかが出て何々が強いらしいぞみたいなのが出るぐらいあったんだけど、バーコードバトラーのコードが完全に解析されて、この数字とこの数字を入れるとこの攻撃力に可能なって、この数字はここの防御力に影響する数字でみたいな解析されて、最強のバーコードはこれですって言って、最強のバーコードバトラーができるバーコードが発行されたの。その瞬間にみんな飽きてやめたっていう。ゲームって不便じゃないとダメだよね、不思議だよね。山をさ、目指すんじゃなくて、山で登ってるその最中が一番楽しいんだよな。これもジンも言ってたけど、多分ジンが言ってたからそうなんだわ。確かにパチンコも金かければかけるほど負けても楽しいもんね。パチンコで共感すんな。地方競馬やり始めたらもう終わりだよ。地方競馬って終わりなの？お主何者とアイアム早すぎるの勝負好き。お主何者とアイアム早すぎる。アイアム早すぎる。うまそうな名前だね。勝負する馬の肉って硬そうだな。地方競馬ってさ、レースの名前も変えるんだよね、あれね。何々社長、誕生日おめでとう、はい、みたいな。面白いね、あれね。アジアンバニーゴールドカップ開催します。アジアンバニーゴールドカップ開催するんだったら、それだけはかけるぞ。それだけはかけます。そうなんだ、そうなんだ。嘘！ほんまそれ。それ本当？アジマニって水売ってんの？冗談だろ、さすがに。さすがにアジマニ水売ってねえだろ。
これが本当の水商売だ。 MG 発売版水エディション全国のドンキホーテ1個30ドルっぽい。1個30ドルなの？高っ。わらわら、インディスエッジにあるで。30ドルってことは4000円くらいか。ただの水でも売れそう。こいつ体だけでブスやな。組んでるとこ見せてるのかよ。わら。水で一体何のシーンなのかよくわかんないけど。しかもなんか完全にスパイファミリーの夜さんのコスプレしてんだよ。私が作りました。制裁者の私が作りましたみたいな感じで、私が作りましたっていうな。誰がうまいこと言えた。味場にそこまでしても体は売らないんやな。倉持さんとかも言ってたけど、脱ぎ切らないからこそのエロさみたいなのがやっぱあるからみたいな。そう、着エロっていうもののエロさみたいなのがあるからっていう。だからその脱いじゃったらその瞬間に着エロとしての価値がなくなっちゃうっていうか、見えないことが重要っていう話をしてて、なるほどなーって。日本を代表するグラビアアイドルがそれ言ってたから多分そうなんだろうな。そんな着メロみたいに言うなよ。 R 指定入らないの。そうなんですよ。人体から滲み出た体液が自分の実況に。勝ったんだけど、なぜか。ちなみに味場にの0721動画あったはず。返してくれよ。今の時間俺たちの。マジじゃねえ。興味を示すな。言う。みんな URL 求めすぎてくさ。URL 晴れ向き笑う。聞く前に調べて。社会出たらそうだから。アジアンバニーでバイトに悩んだ。URL 来ててくさ。おっと。貼るな貼るな。本当に貼るな。バカ。ニートしかいないチャットでダウンアークのリンク貼るな56すぞ。のダウンアークじゃねえ。お前らバカにされてる。アホだアホだ。お前らバカにされてるぞ。けどやっぱお前らエロとギャンブルの話してる時は本当にコメント欄が盛り上がるね。新幹線乗ってるから。はい、こいつ何個自動回復持ってるんだ。すごい自動回復するじゃん。なんでハシゴ登ってる人を撃つんですか。なんでそれダメなんですか。ハシゴ登ってる人撃っちゃダメなのか。後ろから撃つとか最低ですね。人道的。元気だってハシゴ登るとき撃たれたら嫌だろ。確かに確かに確かにそうだな。やられた嫌なことを人にやるのは良くないな。対戦ゲームで人にやられたら嫌なことをするなって言われたら初めてかもしんねえ。一番入って欲しくないところに傷入っちゃったもんな。もうそれゾロじゃないよ、それもう。わらわら、あったな、わら、わらわら、恥あり、わらわら。